ありがとう生態の平野です。自粛はまだまだ続きますけども、先日話した、次男からですね、面白い、頼りというか、ブログをね、立ち上げて、書いてみなさいって言って毎日書かしてるんですけども、昨日、来たというか ブログですね、今日僕はスマホの時間を前よりすごく少なくしてみました。すると驚くことに、時間もたくさんあるし、すごく充実した一日を過ごせました。すごく気持ちよかったです。やっぱりスマホはストレスがたまりますね。高校生の時は触りすぎていたなと反省しています。もっと違う大切なことがあったんじゃないかと思います。18歳で気づけてよかったです。これからもなるべく少なくして充実した日々を過ごしたいです。一日一日を大切に頑張りたいと思います。目を休める、メリットしかない、休まるしメリットしかないですという、ブログを、ね、読んで、本当にちょっとびっくりしたんですけども、それを、僕が、ね、話したわけでもなく、何かふと、気づいて、そのスマホを、使う、時間をですね、極端に減らしたところですね、そしたら、なんかすごい体が、軽くですね、充実一日が、その時間が、すごく感じられるようになった。で、本当に高校生の時もですね、暇さえあれば、スマホを見てね、YouTube 見て、笑っていた姿を思い出すんですけども、その時間もったいなかったなということをね、後から、LINE で、LINE のやり取りでですね、語ってくれました。で、その中で、18で気づけてよかった。結構ですね、彼は、スポーツも、勉強もね、できずにずっと来たんですけども、最終的にはですね、県立高校にも入れたし、もう行けない、高校も行けないというふうに先生にも言われてたんだけども、最終的には、県立高校にも入れたし、野球の方もですね、ずっと、小学生の時からずっと補欠できたんだけども、中学3年生最後の時だけですね、ちゃんとレギュラーを、取れた。本当になんていうのかな、出来の悪いほど可愛いと言いますか、彼は3年ちょっと遅れていくんじゃないかなっていう感覚で見ようかなっていうふうにちょっと、おとついの夜ね、自分で思ったんですね。18歳じゃなくてまだ15歳の、彼だ、だから、ゆっくり成長していくってですか、その悪い意味じゃなくて、彼のその生活というのはゆっくりゆっくり成長していく、そういう形で見れば、3年、遅れて今だんだん上っていくっていうふうに、おとつい思ったんですけども、なんかそういった親の子の心配っていうのがですね、やっぱり子どもの、成長を邪魔するという話を、斉藤ひとりさんから、お聞きしてね、心配しないしないって、決意をしてきたんですけども、今回のこの東京のこのコロナの問題だとか、一人でアパートでね、一人で、うつうつとしている状態をね、ちょっとやっぱり積み上げて、なんていうのかな、頑張りなさいということをね、たくさん言ってきたんですけども、もうそういったこともいらなくて、まだ15歳だから、いろいろやってみたらいいんじゃないのみたいな感覚になりました。そして、彼もその話はしてないんだけども、本当にこれ面白いのがですね、18歳の時に、このスマホの使いすぎは良くないということが分かってよかったと、すごいなっていうふうに、改めて、自分の息子ながら、面白いこと言うな、すごいなっていうふうに、感じました。皆さんも自分自身もそうですけども、やはりもっと、スマホを使う時間を減らして、見る日を作ると面白いかなって思います。そんな話でした。